財布沼にハマっておりませんでしょうかと、僕の財布沼が解放されるんじゃないかなっていうふうに思えるような財布がですね、クラウドファンディング上にちょっと出ていたので、ちょっと今回ね、それをね、皆さんにご紹介できればなと思います。はい。The Genius Wallet。皆さんが思うミニ財布のデメリットって何っていうとですね、お札を三つ折りしないと入らないとか、あとは硬貨を入れるスペースが少ないとか、厚みがありポケットが膨らみやすい、そしてお札小銭などの収納スペースがまあ別々で、まあ工程が複数回になるとか、あとは根本的に収納力があまりない、あとは小ささを優先し使いにくいとか、小ささが故になくしやすい、それらの悩みなんですけど、今回のこの財布使えばですね、すべて解決いたします。はい、ガジェット好きおじさん、はい、この財布どれぐらいいいのか、じゃあ皆さんと一緒に見ていきましょう。レッツゴー。はい、撥水性どれぐらいすごいの、水かけちゃいます。はい、見てください、撥水性がすごすぎて水が全部落ちたぐらい、また水溜りができるぐらい撥水性がすごいです。あとはこれをメンテナンスするときはこのタオルでパサッと拭くだけでシミが一切できておりません。落とさないというポイントがあるんですよね。なくさない、いやいやいや、財布ってこんな小さくなったらなくなるんじゃ絶対なくなるよと思われた方、まあまあ聞いてくださいよ。こちらなくさない機能性が2つあります。それがこいつのすごいところ。まず1つ目のポイントはここの D カン、これを別途購入していただくこのキーホルダーとくっつけることで、これ実はリールキーホルダーだからなくさないんだよね。バッグなどに取り付けてもOK。もう一つね、落としにくいポイントがありまして、それが僕的に結構ね、こうガジェット好きからしたら、あーすごいねって思ったのが、これ実は内側のですね、ここのところにですね、わかるかな、エアタグの、まあ、入れれるポケットがあるんですよ。ちょっとわかりにくかったらね、端の方に写真も載っけておきます。これがあることによって、どこに落ちたよっていうのが携帯にね、通知いくことができるので、まあ、一生ね、まあ、なくさないんじゃないかなと思います。スペックとしては、日本製の超撥水リアルレザーの牛革をこれ素材として使っています。で、中は、裏地として日本製の抗菌素材を使っていまして、それはね、ここの部分に使っている感じです。で、生産国は中国になっていて、ファスナーは、これ YKK が作ってる止水ファスナーを使っているので、この虫の部分からですね、中にこう水が入ることがないっていうところから、まあ雨の日にポケットを入れていて、まあ傘忘れたよっていう時も、お札とか大事な領収書、そういったものがですね、濡れないのがいいところで、一応これに関しては、右利き用と左利き用を選ぶことができる形になっていて、これが結構財布としては珍しいのかなっていうふうに思います。はい。こちらなんですが、サイズ感としては、だいたいですね、縦 9.2 センチの横 9.8 センチなので、まあほぼほぼ正方形かなっていう感じですね、よくっていうところなんですけど、硬貨としては12枚、紙幣としては15枚、で、カードが7枚、マイクロ SD カードもなんと入る。そして SD カードも1枚入る、鍵が1本入り、SIM ピンも入り、名刺も3枚入り、領収書も入り、エアタグも入るという形で、結構ね、ガジェット好きとかカメラ好きの人には嬉しい、まあポケットが複数用意されていますね。こちら非常にですね、革好きの人にはおすすめしやすいですね、渋い機能性が盛りだくさんの財布になっています。リロア